眠いよ。おはよう。めっちゃ眠い。もう死んじゃうぐらい眠い。もう死んじゃう。もう死んじゃうぐらい眠い。でもさ、やっとかないとさ、やっとかないとね。もう死んじゃう。眠くて死んじゃう。眠くて死んじゃうよ。なんか寝れなくて、公演の日って寝れないんだよね。公演終わりの日なんか寝れないんだよね。だから夜までさ寝れないんだよね。寝れない、わかんない、なんか寝れないんだよね。すごい嫌だ、なんかそれだけが嫌だよね。公演の日の嫌なことって言ったら帰って寝れない。なんか疲れて寝れるかと思いきや寝れない。いや、この後頑張って寝ようと思うけど寝れない。ありがとう。寝れない。寝れない。なんか言うの。でも昨日で、昨日がま本当に心配だったの。なんかメールにもう下書き書いたんだけどさ、メール下書き書いたんだけど。昨日の追加曲2曲あったんですよ。 X にも書いたんだけどさ、追加曲2曲あって、あれをなんか急に言われて、2曲、インスピレーションと無意識ですって言われて、で資料も送られてきたの、その次の日に。でさ、明日までに全部覚えなきゃいけないのよ。覚えなきゃいけなくて、自力で覚えなきゃいけなくて、明日までに。皆さんどうですか？無意識は私もインスピレーションを動画で明日までに覚えてきてって言われたらどうなりますか？私もちろんパニックですよ。明日なのってなりまして、明日公演なんですけどってなりながら泣いちゃうよね。本当にさ無理ですよね。なんか明日の公演前に合わせるから覚えてきてって言われて、公演前に覚えていくのってなって、 ISK から LINE 来た。頑張ったね、ありがとう。でも本当にもう無理だって、無理だって、ちょっと待ってよって言いながら一日中レッスン場にこもり覚えたんですけど、頑張って。本当に君江さんとか、君江さんとみくるさんが心配して教えてくださったりしたんですよ。教えてなんて言うんだろう、一緒に踊ってくださって、
本当に。なんとかなった、合わせでなんとかなって、本番もうめっちゃ不安だった、もう終始不安だった。もう頭4曲始まった時からもう、あーインスピレーションインスピレーションって頭でした。本当に。でそしたら後からマネージャーさんとあのダンスの先生に、あ違う、ダンスの先生に、サラあれ自分で覚えたのって聞かれて、自分で覚えましたって、動画送られてきて振り入れなかったんでって言うたらなんか初めてだよって言われて、今までインスピレーションを動画で覚えたメンバー初めてだよって言われて、みんな動画で覚えてるものだと思いながら覚えたのに、まさかのあの今まで動画で覚える人いなかったらしいです、みんな振り入れされてるんだよって言われて、振り入れしてくださいよと思いました。本当にあの時の焦りは計り知れない、計り知れないものでした。でもなんとかなったかな。でもいや、なんか一人のために振り入れはちょっとできなかったんですよみたいなマネージャーさんに言われました。まあそうですよねと思いました。おはよう。でマネージャーさんは一人のためにちょっと振り入れはお願いできなくてって言ってたんですけど、先生には振り入れなんか言って全然言われなかったんだよねって言われて、あらあにゃー言ったらしてくれたのかなってなりました。だからなんか皆さんアーカイブ見るときはそのねサザンこれ動画で覚えたのかって思いながら、あの優しくねあの見てくださると嬉しいです。なんかちょっと違ったりしてもね、わかんないんですけど、もう違うところすらわからないんですけど、多分合ってると思うんですけど、さあ、こう焦りながら覚えたんだなって思いながら見てください。くしゃみ出そう。今日は雨だよ、制服の雨だよ。危ない危ない、ダダ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 ダめっちゃ眠そうじゃんか、顔が語ってるよね、眠い寝不足ですって。最近もうなんかちゃんとした配信してなくて申し訳ない。おはよう。どうもありがとう。
ありがとうございます。どうでもよくないわ。なんか自分が好きな、すごいなんか好きな曲かつ振り入れもされてる曲で、なんかちゃんと楽しく踊れるから好きです。おにぎりありがとう。ね、みゆさんとの写真載せてくださってた。あとルカさんとゆずぽさんのと3人で写真載せてくださってた。ルカさんめっちゃ可愛い。ルカさんもゆずぽさんも可愛くて素晴らしい写真となってますね。あの写真幸せ。あの写真やばいよね。やばいよね。やばいよね。でもめっちゃ可愛かったもん。ゆずぽさんも可愛いし、ルカさんも可愛い。ルカさんちょっと前髪伸びてた。どういう報告。ルカさんちょっと前髪伸びててさ、ちょっと巻いててさ、それもそれで可愛いよね。おはよう。でももうこのインスピレーション一日動画企画、企画じゃないけど一日動画生活、まあ、本当によく頑張った自分って感じで、一旦なんか終わり一旦終わり。なんか本当にさ気が気じゃなかったけど一旦終わり。気が気じゃないのは一旦終わり。多分今日公園来てくださる方多いね。ありがとう。待ってます。おはよう。おはよう。本当に本当にね。え、テロップ出ましたか？うん、でも限界になったらもうスッと閉じますね。あ、今寝れそうってなったら閉じますね。今月なんか全然配信してなくてやばい。そんな時間が取れてなくてやばいです。でも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 ね、なんか1日1時間はやりたい計算なんですけど、まだ多分今月そんなできてない。だから今日って12時間ぐらいやっててほしいんだけどめんどくさこの人めんどくさい。今日で12時間やってたいとかやってたいんだけど、なんか出たいんだけどまだ多分
6時間ぐらいしかやってないんじゃない？6、7時間。でもそうすると本当にね、本当になんだっけ頭回ってない。本当にもう寝れないんだよね。不眠症、これ不眠症なのかな。不眠症、公演後不眠症。本当に寝れない。でも配信でちょっといい感じに疲れて寝たい所存です。疲れてもう眠い無理ってなったらもうすぐにピッて消しますね。ピッと消しちゃいたいと思います。2時間半配信にこだわってた頃が懐かしい。ごめんなさい。おはよう。おはようございます。お茶ありがとうございます。おはよう。ございます。そういえばお手紙とプレゼント届きましたよ。ちょっといらっしゃるかわかんない、全員いらっしゃるかわかんないけど届きましたよ。皆さんありがとうございます。なんかやっぱり公演の後にこうねお手紙とかあると嬉しいですね。あ疲れたなーってなっててプレゼントとかお手紙があると、あーよかった頑張ってよかったってなる。なんかご褒美的なね。もう今わかった、なんでこんなに元気ないんだろうと思ったらいちごミルク飲んでないからさ。なんかいちごミルク禁止するのってなんか精神的にやられるやばい、え急に火が出てきたんだけど、やめてほしいな。いちごミルク飲んでないや。だからだ、なんかこんな元気ないのおかしいもん。なんか昨日ね公演終わりっていつも私いちごミルク飲んでるじゃないですか。知らない方もいるかもしれないんですけど、公演終わりに私っていちごミルクを飲むんですよ。なんか急に飲みたくなっちゃってなんですけど、今間食とジュース禁止しててもういちごミルク飲んでないから、もう本当に元気ない。まだもういちごミルクのせいだ。でもさ、なんかひどいことにさ、メールの返信でさ、なんかすごいさ、なんかお菓子食べたよみたいなお菓子をさめっちゃ誘惑してくる方がいて、しかも結構いるの。本当にやめてください。もうもう私今日で3日目なんですよ禁止。絶対言わないでくださいひどいです本当にやめてくださいひどいです。なんかもう怖くてメール見れなくなっちゃうからやめてください。本当に
ダメですよ、なんかそのダイエット中のね女の子にねその誘惑をねするのは良くないです。おはよう。絶対糖分足りてないよね。でも糖分ね、糖分足りてないよね。これさ体に悪い、逆に糖分が足りないっていうのもさ体に悪いのかなとか、なんか悟り開いてきちゃった。もうきついよ、いちごミルク飲まないの。なんかその別に3時のおやつをなくしたいっていう希望なんですよ、私的には。なんかダイエットしたいっていうより、なんか3時におやつ食べるのをやめたいみたいな感じなの。なんか間食をしないっていうのが目標なのね。なんか別にいちごミルクまで、ダメだよ、こんなこと言っちゃダメなんだけど、本当はなんかいちごミルクまで禁酒にしてるのは結構自分の中ではすっごいことなの。なんか余計なことなの。でもなんかせっかくお菓子や1週間やめるって決めたのならば、なんかいちごミルクもお菓子みたいなものかと思い始め、いちごミルクも禁止してるんだけど、結構やばいよね。でも私低血圧なんですよ。今もか分かんないんですけど、結構低血圧めの人間で、そうクラクラ系危ないんだよね。ジェラシーとかね結構危ないんですよ、フラッてするんですよ。ご飯めっちゃちゃんと食べてます。ご飯しっかり食べる、朝ごはんこの後食べる、お昼もなんかちゃんと白米食べてる。当たり前か、ちゃんと白米食べてる。でもいちごミルクって結構高いんですよ。なんか1日飲んでると170円、チャリーンなんですよ。170円チャリーンはやばくない？170円チャリンするのやばいよね、いちごミルクに。無理はダメだけど決めたことを通すのは交換しかない。よーし、1週間続けるぞー。1週間続けるぞー。確かにご飯でも取れてるか、なら糖分足りてないっていうのは嘘だな。くーくー、なんかご飯は変えたくないんですよね。なんかもうご飯はちゃんと食べるから、白米はちょっと変えたくない。あと4日か、あと4日は我慢です。あと4日は我慢。かっこいいでしょ。でもあと4日、あと4日は我慢ですね。なぜ特に何もないんだよね、別に。なんかなんとなく1週間やめようと思った結果です。皆さん気をつけてください。ノリでダイエットするとか言い始めて、あ、ダイエットじゃないよ、
ダイエットっていうか、何でお菓子禁止、間食禁止、ジュース禁止って言って自分を苦しめることになりますよ。あんま言わない方がいいです。ダイエットしようと思っても友達とかに言わないべきです。勝手に始めて勝手にやめるくらいがちょうどいい。でも私は何千人の前で、何千人の前でダイエットしますって言って、お菓子禁止しますって言っちゃったことにより自分を苦しめてますね。はい、気をつけてください。はい、筋トレも続けてます。なんか筋トレは続けられる、なんだろう、なんだろうな、この違い。筋トレあんま苦だと思ってないかも。でもさ、なんかさ、筋トレさし始めてからさ、なんかさ、知らないけど2ヶ月の間でさ、そんななんか筋肉生成されないとは思うけど、なんか体重があんま変わんないあんまさ変わんない、あんまし変わんないけど、お腹へっこんだ。おはよう。なんかみゆちゃんもゆあも結構ひどかったらしいね、体調。なんかさ、ほんと体調さ悪いのってさ、すごいさ嫌じゃん。ほんとにさ、長期にわたってさ具合悪くなるのってさ、めちゃくちゃ嫌じゃん。特に私なんかすごい長引くタイプなんですよ、昔から。だからさ、もう怖いよね、なんか怖いよね、年中怖い。なんか私具合悪いのすごい嫌でなんかさ、具合悪くなるとさ、あ、もうやだもうやだって全部嫌になっちゃうからさ、なんかもう本当に、なんか頭痛いとか一番嫌だよね。あの絶望感嫌だよねさあちゃん頑張ってるか、僕も食事制限と筋トレ頑張ろう。頑張って、まずは1週間からだよそうなの、いつもやってること、そうなの。なんかもうさ、本当にさ、私が二次審査から最終審査までずっと熱あったっていう、話を前したんですよ。ずーっと熱あって配信審査してないんですけど、もうあの時なんかもう本当に1ヶ月近くもうご飯も食べれないし、もうずっとなんかメロン食べてるみたいな、メロンしか食べれない、メロンとヤクルトばっか食べてるみたいな生活で、でも原因わかんないみたいな。よく考えたらやばいですよね、結構やばいですよね。なんかもう本当に二次審査の帰り道にめっちゃ具合悪くなって、食欲なくなってね、なんかこう車で行ったんですよ、二次審査こっちまで車で来て、でなんか帰り夜ご飯食べようみたいな感じになって、ご飯のところに行ったんですよ、ご飯のところに行って行ったら全然食欲湧かなくて、やばい、なんか具合悪い、なんか食欲湧かないし気持ち悪いってなって、その時は車酔いかと思ったの。なんだけどもうやばくなって、急に急
にやばくなって、アイスだけ買ってもらって食べて、そのままもう脂肪食べて脂肪、もう帰ったら高熱だし、もう歩けなかった。だからもうなんか1ヶ月歩けないみたいな、もうね、ひどくなりがちなんですよね。免疫が弱いのかな。そういう人いますか？なんかさ、そういう人いるかな？熱めっちゃ長引くタイプの人いない？もうね、食べれないの。本当に食べれなかった。でも何回も病院行ったんだけど、何検査してもなんか最初インフルエンザとかかなって思って、インフルエンザとあとコロナの検査もしたの、2回ずつぐらいしたんじゃないかなってぐらいやって、違くて、でもっと違う検査しましょうみたいな、なんか病気かもしれないですみたいな、もう血液検査もしましょうみたいな、でも全然何もなくて、でも1ヶ月間だから、まださ、なんかさ、まださ、知られてない病気だったんかな病気っていうかさ、なんていうの、病気がインフルエンザも、はいよん、もう本当にさ、びっくり、もうあの時はなんかこの世の終わりみたいに感じました。もうベッドからもう動けないんですよ、毎日。何やってたんだろう、あの時。なんかさ、具合悪い時ってさ、携帯もいじれなくない？携帯でさ、文字見るだけでさ、頭痛くなる、あの感覚やだー、ほんとにやだー、ほんとにやだね。だからあの時私1ヶ月間何してたんだろうって今思ったら、1ヶ月間何して過ごしてたんだろう。時間が来たらママに、ご飯食べれる？って聞かれて、無理、メロン無理、メロンしか食べれないとか言ってた。でもちゃんと最終審査に治りましたね。でその最終審査でだから4キロ近く痩せて、それが良かったかもかもしれないね。なんかお前は痩せろって神様に言われて、こう病気を与えられたのかもね、一時的に。メロンとヤクルト1000、もうこれがもう私のあの時の食事、もうやばかったあの時。もうもっと痩せないと受かんないぞ、おいおいみたいな感じだったのかもしれない。おはよう。でも本当にさ、なんか体調崩すってやだよね。なんか人間に生まれて嫌だったことは、体調を崩した時に辛いこと。そうメロン食べてるから、そう。いやもう本当にメロンって美味しいよね私サーティワン行ったら絶対マスクメロン食べます。本当にね、最終審査いけないかもって思ってた。なんか実はね、アウトオブの時も、番組に出る前の最終審査の時に、当日にめちゃくちゃ体調悪くなって、もういけないかもってなって、もう乗ろうと思ってた
電車に乗れず、もう無理ってなって急いで薬飲んでちょっと治って、もうなんかもうなんていうの、めっちゃ速いやつなんだっけ、特急新幹線みたいなので行ってなんとか間に合ったんですよ。アフト部の時もそう体調悪くなって行けないかもってなり、あもう無理だってもう電話までしました。お母さんがちょっと行けないかもしれないんですみたいな、もうめちゃくちゃ焦った、焦りまくり。それなんか大事な時に体調、そうなんだよね、なんだろうね、でも本当になんだろうね、本当になんだろうね、なんかこういう人います、本当にたまたまだと思うんだけど、おはようなんかちょっと運命的なの感じるよね。だからその最終審査までにさ治ったからさ、どっちもこれはいけるんじゃないって思いましたよね。なんか試練与えてクリアさせたじゃん神様がだからさ、なんかもうこれ受かるためなんじゃないと思ったら、案の定ね、まあ一応どっちも受かってはいるんだけど、まあ一個落ちてますけど、まあ一応受かってる。もうなんか私の中のなんかジンクスみたいな、おはよう、だから本当になんか私もう具合悪くなると、もう全てがもうね、全てが終わってしまうんですよ本当に具合悪くなっちゃダメ、本当に具合悪くなると、あなんかもう自分って何してるんだろうみたいな、もうなんか瞑想モードになっちゃうんですよね。気をつけなきゃいけない、気をつけてるんですけどね、ちゃんと手洗いうがいしてるんですよ、帰ってきたらね。やっぱありがとう、いつもありがとうやば、年賀状だ、サラの、気づかなかった、サラの年賀状おてんばとか書いて恥ずかしい、おはようありがとう。手洗いうがいもう絶対するんですよ、なんかもううがいしないと、てか手洗いうがいしないとなんかすぐ具合悪くなりそう、わかんないけど、おはよう、おはよう、どうもありがとう。
ね、手洗いうがい大事とか手洗いうがい大事だよとか言っちゃってる。でもなんか幼稚園の頃になんか手洗いうがいの基本みたいなのがこうなんていうの、水道のところ洗面台みたいなのがあったんですけど、なんか教室の中にそれぞれなんか洗面台があったんですよ、2校3校。そこのなんか鏡と鏡の間に手洗いうがいの基本丸一、なんていうの、なんか 手の表面洗うみたいな、丸二、指と指の間とかなんか書いてあるやつがあって、あれのおかげであの幼稚園の頃のあの手洗いうがいの基本のシートのおかげで手洗いのプロ手洗いのプロ、今もう手洗いのプロと化してます。食パンありがとう、お邪魔ありがとう、いつもありがとう。はい、だから私はもう手洗いのプロなんですよプロです。おはよう、あ、どうもありがとう。だからもう手洗いの手洗いのプロなんですよ。手洗いのプロとは、情熱大陸始まっちゃうかも。手洗いのプロとは、まあ手洗いというのはなんかこうその人の人生を映し出しているというか、手洗いがどれだけしっかりできるかっていうのはやっぱりなんかその人を自身を表しますよねはい、うがいのプロとは、やっぱうがいのプロとはまあ難しいですね。うがいっていうのはやっぱ手洗いよりなんかこうあんま重要視する人がいないんですけど、やっぱそういうそういうなんて言うんですか、人が普段見ないところまで見るっていうそのねね、なんて言うの、周りを見れる人っていうんですか、うがいのプロっていうのは。うがいのプロは薬とか使うんですか。あ、うがい薬みたいなやつですか。使わないですインフルエンザとか流行る時期になると使うんですけど、基本的にまずいので使わないんですよね、すいません普段は使わないです。でも周りにこう具合悪い子出ちゃったりとか、インフルエンザ流行ってますよってね、知ったらうがい薬も使ったりしますけど、基本的にはまずいので使わないですね、はい、おはよう。あ、そうなんですよ、プロだけどちょっとなんかちょっとやっぱ美味しいもの食べたい、別に食べないんですけどはい、やっぱこううがい薬を使うかっていうよりもプロまで来るとうがい薬があるかないかっていうよりやっぱうがいの仕方なんですよね。うがいの仕方っていうのはですね、うがいってなんでうがいって言うんだろう、うがい、なんでうがいってうがいって言うんだろう、まあそんなことはいいんですけど、なんかまあ仕方が大事なんですよ。重要なのは、待って、基本シートに書いてあったのは、水含みます。普通になんかガラガラガラって
30秒だったかな20秒だったかな、ちょっとごめんなさいプロなのにちょっと基本忘れてきちゃって、なんかそう、あの20秒ぐらいやるんですよ、ガラガラ、音をちゃんと出す、それが大事です。おにぎりありがとう。そうで、ちゃんと3回やる、これ大事です。うがいを別に1回やったからってダメなんですよ、1回はダメ、2回もダメ、3回です。皆さんうがいちゃんとしてください。やっぱねこの時期はあの皆さんなんて言うんですか、こう集いが多いじゃないですか、多分大人の人って集うじゃないですか、劇場なんかもね、集いじゃないですか、あれはもう密なんですよ、もう劇場密なんですよ、めちゃくちゃ密じゃないですか、もう3密ならぬもうなんか5密ぐらい密じゃないですか、だから本当にちゃんと帰ったらあのうがいとかした方がいいですよ、もう全員ね自分の身を守るためにうがい手洗いちゃんとしてください。多分調べたらなんか基本シート出てくると思います、私の幼稚園とは違うかもしれないけど、おはよう。お酒で消毒しちゃってます、私絶対大人になってもお酒飲まないと思います、オレンジジュースといちごミルクが一番美味しい。おはよう、急にありがとう。あとお酒って高そう絶対高いと思う、絶対高い。なんかさご飯食べに行ってもさお酒高そうじゃない。どうもありがとう。絶対いちごミルクより美味しいものなんてないから。おはよう。絶対飲まないなって思う自分で。オレンジジュース美味しいよね、オレンジジュースは 100% が特に美味しいよね。でも 100% にもいろいろあるんですよ、私オレンジジュースのプロでもあるんですけど、やっぱオレンジジュースは果汁 20% はダメです。 20% だともう作られたオレンジの味がします。でもなんか100% はやっぱ美味しいですよね。だからオレンジ 100% 系はね基本的に美味しい。だから果汁グミもめちゃくちゃ美味しい、みかん味みたいな、欧州みかん味みたいな、あみかんか、オレンジとみかんって違うのか、80くらい、うん100、プロは100を飲む、トロピカーナみたいな名前の100、めっちゃ美味しい。キーカードコラボしてるなっちゃんとかはちょっとダメだね。こないだケータリングになっちゃんあって、オレンジとリンゴ、なっちゃんはギリリンゴだったら飲めますね、可愛いよねチーカードコラ。おはよう。なんだっけな、この間ねめっちゃ好きな、私ぶどう味のお菓子が好きなんですけど、グミとかハイチュウとかねなんですけど、普通に食べながら成分表見てたらぶどう入ってないってなった食べ物があったんだよね。なんだっけな、ぶどうだと思って食べてるこのぶどう味は何なんだろうって思いましたね。
だってブドウとブドウ味ってほんと違うじゃないですか。ブドウ味って何味なんだろうって思います。なんか前も言った気がする。これブドウ味って何なんかブドウ食べてさ、なんか一回ブドウ食べた後にハイチュウ食べたんですよ。ん？なブドウ味ってなんだってなりましたね。でも私が好きなのはブドウとブドウ味なんだと思う。そうブドウブドウ味じゃないよね。なんか別物なんだよね。だからさブドウはさブドウ味じゃん。ブドウだもん。なのにブドウ味はブドウ味じゃない。これ哲学。ブドウのプロから見たブドウとは情熱大陸。ここら辺に見える私には情熱大陸のあのマーク見える。やっぱり真実っていうのはわからないですよね。誰にも誰にもわからないですよね。まあこうブドウとブドウ味が違うっていうのからやっぱり真実って誰にもわからないなっていうのを感じますね。コナンっぽい？いや違いますよ。私ブドウのプロなんで。真実は誰にもわかりません。だってもうブドウ味がブドウの味しないならもう何って感じなんですよね。やっぱり何が正解かっていうのは分からないですよね。はい。二度目ありがとう。で味って何っていうところにたどり着きますよね。だから何が味か分からない。よ。だってさ、私いちご味もそうですけど、いちごは好きです。いちご、本物のいちごね。まあ、何が本物のいちごかはわからないんですけど、いちごが好きなんですよ。普通に美味しい。いちご好きで、いちご飴とかも好きなんですよ。でもいちご味の飴とか。ハイチュウのいちご味はあんま好きじゃないの。でもいちごミルクとかいちごクリームとか好きなの。同じいちごなはずなのにね。情熱大陸いちごチョコとかも好きなのにいちごジャムは嫌い。私の知ってるいちごとは違う。本当にいちごにもいろんなものがあるなっていうふうに思いますね。なんかだからやっぱ真実は誰にもわからないよね。結局どれがいちご味なのかわからないよね。どれがいちご味なのか誰にもわからんです。でも本当に
やっぱりさ、真実を見極める力っていうのはプロじゃないと無理です。無理ですよ。風邪じゃないよ、すっぴんだよ。なんか今日ちゃんと化粧して配信しようと思ったら、また劇場にメイクポーチ忘れてきちゃって、なんか劇場に充電コードも忘れるし、メイクポーチも忘れるし、もう私ダメなんですよ、本当に本当にダメ。よかった今日は公演で、今日公演じゃなくて撮影とかだったらもう本当にねダメだった。みゆさんも配信してるのかな今。配信してるの？配信してるのかにゃん。何言ってるか全然わからないけど、今日も楽しそうでよかった。やっぱプロじゃないとわかんないよね。しないと分かんないよねってね。そう、あ、そうなの、配信してるの。けーみゆさんは優しいですよ。なんかよく私なんかさ、コミュ力すごいねって言ってもらえるけどさ、みゆさんのコミュ力やばいからね。本当になんか友達1000人ぐらいいるんじゃないかってぐらい話がうまい。だからお友達作りのプロです、みゆさん。情熱大陸お友達作りのプロがみゆさんです。本当にすごい。私はね、ぶどう味のプロだっけ、何のプロなんだっけ、あ、うがいのプロ、手洗いうがいのプロだ。そうなの、絶対インスピレーション動画で覚えたんです。一日で頑張った。もう先生でもそう、覚えたことで先生にもマネージャーさんにも先輩にも褒めてもらえて、なんかある意味いいかなみたいな。やめて、プロって言ったものの一覧表やめて。ちなみに一個間違えてるよ、みかんじゃなくてオレンジ、オレンジね。そうそうそう、もうなんか先生においてはなんか褒められたっていうか、もうなんかもう惹かれたに近い、なんかえみたいな、惹かれてしまいました。なんかもうそんな人今までいないよみたいな。それあ、でも偉いねって言われた、初めて先生に偉いねって言われました。だからもう私はそれだけでいいです。なんかテストとかでさ、やっぱ先生にさ厳しいこと言われてさ落ち込んだりするけどさ、なんか結局偉いねって言われたこと全部なくなったもん、消え去りました、その感情。あーもうやだ、また怒られるのかなーっていう感情がもう全てなくなりました。こんばんは。テストはね怒られるものなんですよ。わかんない、私だけかもしれないけど、もう怒られます、テストは。もう怒られる本当に。でも優しいんですよ、なんか一番仲良くさせてもらってる先生なんですよ、テストいつも見てくれるの。でもいつも仲良くおしゃべりするのにテストで
あの毎回怒られるので私、はい、毎回怒られます。もう毎回怒られてる。制服の目の時は褒められたんですよ。制服の目のテストめっちゃ褒められて、褒めてもらえてなんですけど、あの S と K2 のテスト目にめっちゃ怒られました。めちゃくちゃ怒られましたね、本当に。まあ、でもそのおかげでなんかね、こう緩まずにできてるんだけど、めっちゃ怒られましたね。制服の面めっちゃ褒められました。振りが違うは怒られないですね、特に。なんか表現の問題、表現の問題的な、勢いの問題的なね、怒られますね。はい、まあ愛の怒られですね。13位、男の子。12位、魔法使い。11位、サータン。10位、サータン。9位、シナモン。8位、サータン。7位、かしわもち。6位、ボブクッキーさん。5位、サータン。4位、サータン。3位、サータン。2位、サータン。1位、パンダさん。ありがとうございます。なんか S はでも苦手そうってよく言われます。もう今でも言われる。 S はなんか多分サラがサラのなんていうの、苦手なタイプのダンス多いよねって言われる。よく。でったーん、おはよう、ありがとうございました。ありがとうございました。今日も公演ありがとうございました。